韓国の独立記念館の館長が、朝鮮が滅んだのは日本のせいとか言っているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。最近、韓国与党国民の力のチョン迅速非常対策委員長が SNS に書いた投稿文に関連して歴史観論争が起きている。これに関連して独立記念館のハン・シジュン館長は、朝鮮が滅びたのは日程の侵略のためという意見を明らかにした。ハン館長は13日、国家報勲書と独立記念館を対象にした国会政務委員会の国政監査に出席して、野党からチョン委員長の投稿文の内容が適切なのかについて関連して質問を受けて、このように答えた。これに先立ち、チョン委員長は11日 Facebook に書いた文章で、日本軍駐留説に言及した野党共に民主党のイ・ジェミョン代表の発言を批判して、朝鮮は中から腐って崩れ、それで滅びた。日本は朝鮮王朝と戦争をしたことがないと書いたことがある。これに対して野党は植民主観、親日世界観と主張して批判してきた。この日の国政監査でも、民主党のキム・ソンジュ議員は、朝鮮が病気になって滅びたという主張は太平洋戦争をはじめとする日本の侵略戦争に対する反省と謝罪はやりすぎだという日本右翼の自虐主観や植民主観とも重なると指摘した。合わせてハン館長に対して、朝鮮はなぜ滅びたのかと尋ねた。丹国大学史学科教授出身で、光復軍と韓国独立運動の歴史などを研究してきたハン館長は、キム議員質問に対して日程の侵略のためと答えた。ハン館長は、朝鮮が病気にかかって力がなく滅びたというのが自虐主観で植民主観ではないのかというキム議員の質問に首を縦に振った。ただし、この日出席したパク民宿報勲所長は、チョン委員長の発言について意見を求める野党の質問に対して即答を避けた。ミン・ビョンドク議員は、パク報勲所長に対して、与党の党代表がこのような親日論議が起きる話をしたら一言忠告をするべきなのではないかと指摘した。これに対してパク所長は、日程が朝鮮を侵略したというのは常識ではないかとしながらも、チョン委員長の発言については特定政治家の発言を評価できないと述べた。この日与党はチョン委員長の発言に関連した質問をほとんどしなかった。ただし、国民の力のキム・ヒゴン議員は、朝鮮が滅びたのは日程侵略のためとしながらも、自分たち同士で戦って力をつけられなかったことも朝鮮が滅びた多くの原因の一つではないかとし、この話題について攻防することは消耗的だという趣旨で言及した。キム議員は、独立記念館長を務めた同じ党のユン・ジュギョン議員の発言も伝えた。キム議員は、ユン議員の話を聞いてみると、パク・ウンシクの韓国通信にも朝鮮が滅びた理由の一つに私たちの内部が腐っていたことが指摘されていると言うと述べた。それでは日本の反応です。日本はもう韓国とは関係を断つべきだと思います。そして韓国が自分たちの願望と妄想によるねじ曲がった歴史観から史実に基づいたものに変わるまでそれを続けるべきです。彼らが今の歴史観を持ち続ける限り、話は平行線にしかなりません。知ったことではないが、国民は物価や地価高騰などの生活に直結したことを真面目に取り組んでほしいだろうな。与党も野党も、日程がどうの、侵略がどうのは、政治的無策の裏付けで人気取りでしかないだろう。そう言っても、反日さえ歌っていれば喜ぶ国民性が最大の問題だと思います。日程が朝鮮を侵略したというのは朝鮮半島だけの常識ですね。日本も当然裏工作とかはしているでしょうよ。でも大韓帝国の要請で保護国化したという手順を踏んだのだから、それは国際的には合法な手続き。当時は今の北朝鮮も真っ青なくらい最貧国だったこと、故に独立というカードが手元になく、日本かロシアか真の支配下になるしか道がなかったことを自覚すべき。日本の統治によって解放された奴隷の子孫が現在割合からすると韓国人口の1000万人以上になるんだけど、韓国人は分かっているんですかね。
韓国の歴史研究をやってきたというこの独立記念館長さんはどのような歴史資料に基づいた研究をやってきたのだろうかと一瞬思ったが、まともな研究をしていたら独立記念館の館長なんかしてないよなって納得した。ということで、本当に韓国さんの専門家って何の専門家なのかわからないですよね。とはいえ、専門家って言われると日本にも変なのが多いので韓国に限ったことではないのかもしれませんが、事実をどうにかして上手に歪曲させて日本を悪者にする専門家なのかもしれませんね。そもそもの話、朝鮮が滅びたと文句を言っていますが、それが良かったのか悪かったのか今の現状を見れば一目瞭然なんじゃないんでしょうか。ところで韓国さん、そのくだらない論争って国会議員がやってるんだからもちろん意味があってやってるんですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。